共産党を除名された大幹部、鈴木はじめさんがですね、文藝春秋の単独インタビューに答えまして、爆弾発言、すごいいっぱいしてるということで、まあ爆弾発言っていうか、私がね、これ読んだ感じでは、鈴木さんの言ってることなのかな、正論です。もうなんか痛いところ疲れまくってるなぁという感じでね。はい、なんでちょっと皆さんこれぜひね、共有したいなと思います。これ文春オンラインに掲載されてるんですけど、タイトルがすごいです。志位和夫はもうあかん！四共産党を除名された伝説の幹部が激白ということでね。鈴木はじめさんという方は伝説の幹部という応募の活動家ですよ。すごい人です。めちゃめちゃすごい人です。どんなにすごいかというとですね、その武勇伝がこの記事の中に書いてあるんですけど、鈴木さん1944年生まれです。高校時代に民政ね、民主青年同盟、まあ共産党の青年組織ね、ここに加入しましたと。立命館大学に進学したんですけれども、当時ですね、左翼活動いっぱいやってましたよ。これぐらいの生まれてたのね。左翼活動いっぱいやってたんですけど、当時民主青年同盟は、立命館ではですね、超少数派閥で、わずか数十人しかいなかったそうです。で、この民政を、ね、学生時代にですね、なんと、千人規模の、すごいでしょ。数十人を、千人の組織まで大きくしたと。すーげーな、大物だと。京都に鈴木兄と、一目置かれていたそうです。しかも、この鈴木さん、現役時代はですね、ブラック解放同盟や、全共闘との暴力闘争にもね、体を張って立ち向かったと。ね、記事こう書いてありますよ。ブラック解放同盟や、全共闘との暴力闘争にも、体を張って立ち向かい、京都に鈴木兄と一目置かれていた。すげえな、鈴木さん。すごい人です。このインタビューでね、鈴木さんこのように言ってます。解放同盟との闘争では、向こうはドスを振り回す者がいて、こちらは椅子を盾に応戦。私たちは追求を重ね、解放同盟を締め出すことができた。当時の合言葉は、正義は強くなければならないでした。すごい。ドスを振り回す奴相手に、椅子で、パイプ椅子ですね。これで戦うというですね。いやー、男の中の男出てこいやーって感じですね。さすが、京都に鈴木ありと。さらにですね、大学解体を叫ぶ全共闘との学生と対峙するようになると、暴力はエスカレートしました。素手から下馬棒や鉄パイプへ、そして火炎瓶へとということで。そんな奴らと戦ってたんですか？恐ろしい。左翼怖いね。でもそれ戦ったんですよ。暴力闘争にも体を張って立ち向かって、京都に鈴木ありと一目置かれていた鈴木さん。さらにね、1989年の京都市長選挙では、野中広務率いる自民党、公明党、民社党が推す候補に対して、共産党推薦候補を321票まで肉薄させたこともあります。この一戦は京都政界に知れ渡り、私も手応えがありましたとね、過去を振り返っているということなんですよ。この筋金入り、まあ、ある意味尊敬しますよ。ここまでやった人ですよ。だから、実はね、松竹さんを除名した後、鈴木さんの除名遅れるんでしょ。これなんでかっていうと、鈴木さんね、ものすごい功労者なんですよ。日本共産党のね。だから、その鈴木さんを除名するってちょっとこれまずいんじゃないかということで、京都府委員会が紛糾しまして、でも最終的には中央の意向に逆らえず、鈴木さんは除名されてしまうということなんですよね。その鈴木さんがね、今逆に日本共産党を批判してます。それは何かというとね、今の新委員長のやり方は、毛沢東のやり方と同じだと。もうあかんという危機感だということですね。まず客観的な数字ね、鈴木さん言います。党勢が40年にわたって衰退していると。党員は1990年50万人だったのが、2020年27万人と半減していると。さらに赤旗がね、1980年にはなんと355万部もあったんですよ。今の朝日新聞ぐらいあったんですね。それが今3分の1以下の90万部にまで低迷と。この記事曰くね、さらに決定的なのは、一昨年の総選挙で、衆議院は12議席を10議席に、昨年の参議院選挙で、改選6議席を4議席まで減らした、かつて49人いた国会議員数は今や21人ですと、いうことなんですよね。これでもダメだと。で、なんでこれがダメかというと、やり方が良くないと。それはね、結局、中国共産党よりもね、もっと遅れた民主的な党のガバナンスにあるんだと。中国共産党以下だっていうふうにね、怒ってるんですよ。端的に言うとですね、志位氏が志位氏をトップに押すという謎のレトリックで動いている。共産党は党内の民主的選挙で幹部を選んでいると強調しているが、鈴木氏は、あれは選挙と呼べる代物ではないと。切って捨てると。これはもう船沢さんと全く同じですね。船沢さんも同じこと言ってました。この鈴木さんのちょっとここの部分すごい大事なんでちょっと読みますけど、私が個人独裁的運営と呼ぶのは、志位体制の続投ありきの案が満場一致で決まるという形式を繰り返しているからですと。第27回党大会の常任幹部会の責任で三役を提案しました。一中層ではこの提案を討議し、全員一致で三役を選出しましたというこのね、共産党の官僚文書なんですけど、これね、党の専門用語だらけですが、常任幹部会は日常的な愛好幹部会のことで、トップは C さんなんですね。で、三役は常任幹部会委員長、副委員長、初期局長のことで、やっぱりトップは C さん。つまりですね、C 氏が C 氏を次のトップに押すというレトリックで、また C 氏に選ばれた人が全員一致で OK するというですね、ひどいなと。議決する側の中央委員会が全員一致ということからもお察しの通り、中央委員の候補者名簿も指導部が作成したもの、党大会では正委員139人、準委員28人、計221人が一人も落ちることなく、きっちり選出されたと。
これはね、チャイナ共産党よりもひどいって言うんですよ。チャイナは一応定員205人の中央委員を選ぶのに224人の名簿が一応提示されてるとね。一応定数よりも多い名簿が事前に提示されて、230人の代議員の無記名秘密投票を行って19人が落選してるんで、まだこっちの方がマシだろうと。まだチャイナ共産党のが民主的、日本共産党のような予定調和ではありません。この点では日本共産党は中国共産党以下なのですということで、はい、これよりも詳しい話は文藝春秋の方で読めるそうですので、ぜひ皆さん詳しくは文藝春秋で読んでください。まあ確かにね、ご指摘の通りですよね。チャイナ共産党ですらですよ、まあ制限選挙ではあるけれども何人か落選する選挙やってるわけですよ。ところが日本共産党は完全的です。一人も落ちない選挙をやって、そこで選ばれたやつが自分で自分を推薦したシーさんを全会一致でまた次の代表、次の委員長に選任するということを何度も繰り返してる。それで結果が出てるんだったらいいですけど、鈴木さんっていうのはほらね、結果を出してきた活動家ですから、党員も減ってる、赤旗も減ってる、国会議員も減ってんじゃないかと、こんなことやってっからダメなんだよということで怒りの提言を、小さな手紙を書いたら、それがですね文党的行為だということで除名されてしまったと。まあ共産党にはね、言論の多様性、言論の自由ないのかなないのかな、おかしいな。でも党の審査はこんなこと言ってるんですよ。台湾による平和を表彰する人たちに言いたい。あなたは台湾による解決のために知恵を絞っていますか？そのための行動をしていますか？その努力抜きに軍事をもてあそぶことこそ戦争を呼び寄せるのですって C さんは言ってるんですけど、 C さんもうちょっと台湾の努力、台湾による解決のために知恵絞った方がいいんじゃないですかね。その努力を抜きにね、除名という一番厳しい処分ですよ。これまさに共産党にとっては戦争に匹敵するような重い処分ですけれども、もうそれをいきなりやるっていうのは戦争を呼び寄せてるんじゃないか。あ、なんか軍歌の音が聞こえてきたな大丈夫なんですか C さんということですね。 C さんこの、ね、ツイート5月6日にしてるんですけれども、同じ日にね、さっきのツイートに引用されてる、ね、ツイート、こんなように言ってますよ。岸田政権は大軍拡の口実に抑止力強化という。しかし抑止の本質は相手に脅威を与えること、脅威対脅威の悪循環、安全保障のジレンマを作る。その抑止が破れた時に破滅的大惨事をもたらす。抑止力による平和は幻想です。台湾による平和こそが現実なのですというふうに言ってるんですけれども、まさにこの除名は党員の皆さんね、共産党の党員の皆様に脅威を与えることによってね、党内の引き締めを図ることですよね。まさに脅威による共産党という組織の安全保障をやられてるんじゃないんですかね。大丈夫なんですかね。やっぱり台湾による平和、今こそ共産党がお手本を示してね、松竹さんとそれから鈴木さんね、この二人に対して台湾による平和を実現した方がいいんじゃないかなと思うんですが、なんかあんまりそういう方向には行ってないと。結局 C さんを C さん自身が推薦し、それを C さんが選んだ代議員が投票して何度も何度も再選されていくっていうこの仕組みはなんか改まる感じがしませんね。どこが民主的選挙なんだというところですね。日本共産党構成がだいぶ落ちてきてね、この間の統一地方選挙でも本当に組織が瓦解するんじゃないかというぐらいのね、まあ、強烈なダメージを受けました。これなんか見てるとね、朝日新聞の凋落に近いんじゃないかっていう、ね、ご指摘もあったりするわけですよね。朝日新聞も一定の敷地を超えたらもう一気に瓦解し始めましたよね。イトモス研究所の小倉さんという人が書いてるんですけれども、朝日新聞の落日の原因は立憲民主党と同じだ、真面目でお堅い話の連続でどうやって生き残ろうというの、立憲民主党のところを共産党に入れ替えても成り立つ話ですよね。はい、この記事ね、冒頭公開でありますよ。共産党や立憲民主党の凋落が止まらない。朝日新聞はシンパシーもあってかこの2党に叱咤激励を飛ばすが、しかし朝日新聞とて落日に苦しんでいるということで全部まとめて大掃除なんですかね。結局共産党もね、僕の子供の頃からやってるけど、日本が彼らのおかげで良くなったかどうかってのは分かんないですよ。分かんないし、そんな良くなってねえだろうなという感じもします。かつて拉致問題はでっち上げだとか言ってた党ですしね、そういう偏った考えをお持ちの方がコアを形成して、その周りにね、まあいろんなこうネタで審判を集めて今組織ができているんでしょうけど、まあそのコアな部分もね腐ってきてると、鈴木さんはご指摘してね、民主的な党首公選とかそういうことやった方がいいんじゃないかっていう提言をしたらね、まあこういう形でね、まあ、腐ってるからこその除名を食らっちゃったのかなと私は思います。いずれにしても小さなね、ご自身で対話による平和解決をお望みであるならね、党内の揉め事についても台湾による平和会ぜひ目指していただきたいなと思っております。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はぜひですね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。